はい、では行きます。A 番台、左側のトーナメントの準決勝ですね。これに勝ちますと、勝ちトーナメントの決勝進出となりまして、敗者復活で勝ち上がったチームと決勝となります。あと2試合ですね。まずは FAB さんのチーム、FAB ホチメン、カリンチメン、シャロン・エルフェルト、いつものミカドといったところですが、対戦相手は、ハセスレイヤー、ケーソル、トモファーストチーム、チーム茨城となっております。さあ、このチーム茨城ではですね、先日、昨日の、朝の5時まで、まあ今日の5時ですね、今日の朝5時までゲームセンターで対戦し終わった後に皆さんでね、仲良くお話をしてからのこのミカドの大会出場というね、若いですね。地方のゲームセンターっていうの数は少ないんですが、こういったね、その人のつながりみたいなのがいいですよね。結束力がありますよね。だからやっぱそういうチーム戦とかになるとすごいそういうチーム、その地域でチームを組んだりするんでね、見ていて面白いですね。お互いの信頼関係が、試合内容もそうなんですけどね、声援にも現れますね。5時って法律政府なので、まあ、ゲーセンで終わった後に外で食べるってことですね。さすがに朝5時までゲームセンター動いてません。さあ、そして出てくるのは FAB ホチマキン。ポコーンとここでバーソー。さあ、体力リードはトモさんのゲイゲイってトモさんのバーソー、トモさんのゲイってやばいですね。失礼いたしました。うん、マイビー。ただ普段やっているファーストが、おお、なるほど、面白い。投げさんですが、ちょっと動きがやはり違いますね。これはトモさんのファースト一本選手。足払い PK、 ゴインマイウェイ、エンミス。さあ、ここでスライドヘッド、エコピンで画面端に押し込んでいきますね。体力まだお互いに8割残ってるところですか。飛んでいく、ハイスラハイスラエースの、はい、あ、入るようになったんですね。やられ判定が大きくなった影響で通常のラストコンボが入るようになったみたいです。ケースハイスラ、足払いがちょっと届かないが、まずはゲージを剥がせる。ここでクールタイム6秒追加、かなり美味しいですね。ポチョムキンバサー決めて、ハイスラ SPKS、 はい、ICBM 置き攻め、タッチ系、ハンブレー、バサー。今回はですね、ハンマーホールじゃなくてポチョムキンバサーダメージ10上がったのもそうなんですが、エリアルコンボから ICBM がつながるようになったということで、はいはい、勝ち。はい、ガー先生のチーム早い、めっちゃ早かったですね。なんかいいのが弟さんが勝利。ガー先生いつも同じような感じです。ここまだやってないよね。C 番台、お待たせしました。トゥーリオさんのチームとガクさんのチーム、 C 番台でお願いします。勝ったら小川さんのチームと、敗者復活戦行きです。頑張って。そう、久しぶりにガクさんが腕組んでるの見たわ。久しぶりだわ。ガクさんはファンが多いですからね、ぜひ頑張ってほしい。待っていた、手を出したら吸い込まれた画面端。あとメガフィスト高速中断。卑劣な風体を装っても自分自身をたばかることはできない。新版を持って挑めば技の本質。さて、初代さんが出るでしょうね。さすがに初代さんは結構ポチョムキン、特に FAB さんのポチョムキンとはかなり試合やっていますから、かなりね、 FAB さん実はここでこうするんですよみたいな情報をね、俺も仕入れてるんですけども、まずその状況に俺がいけないんで、なかなかうまいこと活かせない。それはロイさんかな、ロイさんが上か下かを判断して攻め方変えてるって言いましたね。うん、対戦してて、ただただ負けるだけじゃなくてね、今相手は何を考えているのかっていうのを考えたらいいかもしれないですね。そうすればね、片方に意識を割くことができるんで、
全部に集中しなくてもいいのがいいですね。タフニール、ペルシュ投げ、これが多分地上で待ってる時なんでしょうね。フッキラー飛んでいく、マイピーで返す。先端距離の間合いのリボルバーガードされた時にね、反撃は非常に受けづらいんですけども、おっとここは我慢した。やっぱマイピーとかそういう技返しやすくなってますね。マイピーから空気差し、あ、D 素晴らしいですね。判定がかなり大きいのでコンボに行く。あといいコンボでしたが、ちょっとコンボ時間が長すぎたか。 2K を通していく、デコピン、ブリンカーが通って、 SS ハイスラッシュ、さあめくりですね。これがガンフレームめくりっす。このあとファフとか空中ダッシュジャンケーが入ったりするらしいです。さーて B 番で勝ったのは長谷川さんのチーム。あ、これ向こう向こう向こう、うん、で、こう来て、困ったな、ここでちょっと進行が困ることになるんだな。ここで B バンダイでやっちゃってもいいのかな。見たいし、あー悩むな。ん、またキャップが探そう探そう。さあバックスマスターが決まる、体力どっそり。はい、 OK です。ちょっと、うん、いいよいいよ、あとで、うん、大丈夫、気にしないで、これ使っていいよ、これ多分出ないよ、うわなんか使えない。あ、いい、大丈夫。うわー、ポチョムゲーバッサー、初代先生、あっバッサー読まれそう、あー黄色キャンス、あーチーム構成鉄壁ですよね、 FAB さんのチーム。 FAB さんのチーム選びはこのかなり徹底してる撲滅されまいとそうなんですよね、ここだけじゃ守りきれませんからさあ、そして出てくるのはハセスレイヤー先鋒大将戦です。どうなるでしょうかね。一般的にはスレイヤーがやはりきついんじゃないかと言われるんですが、今作のスレイヤーポジション、いやリターンさが結構ね出ちゃうんですよね。中央でリターンが取れるようになったスレイヤーはちょっときついんじゃないかなと。ただ基本的な対策部分に関してはあまり変わってはいないので、どうやってダメージを奪われないように立ち回るかといったところでしょうね。で、今作スレイヤー、ミリアが一応カリムさんとかはやはり最強キャラと言っているんですが、何かあるとしたらやはりスレイヤーかなみたいな話は聞きましたね。さあ 2K 金ですね、 S2K マッパンシ、さあしっかり飛んでいく。あー、しかし着地にスライドヘッド合わせて、ここでポチョムキンバスター1回目、空中から来る奥攻めに対しては無敵、ヘルターでブリッツを潰していく。表だけではない、今回からヘルターがですね飛び上がる高さが短くなり、あ、低くなったので、かなりコンボが追撃入れやすくなってます。うん、ただ今までですねヘルターガードした後に一応直が投げが、直が出なくても普通に空中投げが一応全キャラの返しなんですけども、多分レオとか飛べないんじゃないですかね投げ以降が、まあ、ソルとか全然上入れっぱなしにして空中投げできますね。ファイルバンカー、さあうまいですね、やはり FAB さんも一点をするしかなくなっている感じですね。マッパハンチ達者い、きたー、マイケンガーッと届かなかった、ジャンディ出ない、投げて、これはチャンス、チャンス飛んでいない、力強い、さあ展開早すぎますね。一応ですねこの後 C 番内の投げさんのチームが終わったら、B 番内で小川さんのチームと B 番内で、 A 番内はですね、まあ、そろそろ勝ちトーナメントのベスト4になりますので、さすがにちょっと動画台でやらせてください。
エルフェルトが出てくるところでシャロンさんですね。タカさんもスレイヤーの中でやっぱ速いんですけども、ハセさんもなんかそれを上回る速さで速いですね。なんかやばいね、止まらないんですよね多分ね。マグロだね、泳いでないといけない。そのボブさんのマグロ理論が面白すぎてもう俺の中でダメなんですよそれ。マグロはちょっとやめてください。なんかあの防御しているターンが少ないんですよね。一度攻められちゃうんですけど、まあ、すぐにこのバックステップからの、 あの自分のターンに無理やり変えていくっていう展開が多いんですよね。さあしかしシャロンさんといえばこのコンフィールを使った射撃、悪魔退治だってところですね。妖怪かじゃん。はい、ジャンディ、おっと抜けていく、早い。もうなんかファイダメージゼロだから関係ねえとかして突っ込んでますね。宇宙投げ、すさまじい上手さ、ガメガシキンパソン。さあこの状態の長谷さんのコンボ、まあ、とりあえずここは落としますね。マイビー暴れ潰し、しかしガードの使い分け、うまいですね。クロスワイズが置いてある KSK からサマソーで落として置き攻めは見えません。つかほんと早い。すごい当たり方したね。立ち合い一発目と2回目の立ち合いの全部ですね。さあしっかり飛んで回避、止まんないですよね、いい意味で。割り込みが徹底している気がします。おおすげえすげえ、これ多分全部パーフェクトリロードですね。あのパーフェクトリロードというような、ね、一旦構えて赤くエルフェルトが光りますと強化チャージ、強化ショットになるんですけども、すべて強化ショットにしてますね。さあカウント、なんかすげえ AC っぽい。さあ投げていく、マッパジー、ある程度割り切っていかないと。しかし崩しに関しては当たらない。パイルマンが打ち込んでいくが、ここでキンバースト下出ますが、ブライダルスプレスの停滞に、あー K パイル、パスタバックキン、あー K パイル、ピュー、パイルしか打ってねー。ちょっとなんかビッグバンアッパーがパイルに変わっただけじゃねーとか思いますけど、まあ無敵ないからいいかな。やばいっすね、画面勝ちでパイル当たったら死ぬ。さあ出てくるのはカリンチさんの目は最強と言われたミリアですが、きついのはワンチャンスレイヤーと言っていました。まさかここでそのスレイヤーと戦うことになろうとは。まあ煽りのみたいななんかキャラ関係ですよね。煽りのやっぱスレイヤーがミリア行けてましたから、なんか懐かしい感じですね。うわー戻ってきちゃった。ただしっかりしてますこのカリンチさんのプレイサーで、しかし2球ヒット、バーストを打っていったらバータイになる連携ですね。こえー、前捨て投げ冷静いて、マイケルヒット、怖っ、とりあえず拾っていく、空中投げ細かいところ非常にうまい、ジャンケーから、しかしターンはなかなかミリアに譲りません。ハセスレイヤーが展開が早い、ジャンハイジャンディ通してどっち、ジャンハイ 2K はパンチ、すごい。三盾リーチはハセスレイヤー、おっとここはキニス投げ仕込みか、ダストアタックがヒット、一気に画面足、シェイクレットガーデンからの攻めはさすがにここは当たってしまいましたが、ジャンヘジャンケキニスブリッジシールドを取っていく、ちょっと待ちましたね。ジャンハイキニス足払いから 2K 見えません、展開が早すぎる、どちら中断、これは空中くらい起こしてからマイピー暴れ潰し見せて逃がさない、早いジャンピーが置いてあって連続画面足、ミーハイスはしっかりしている、しかしどうなる、ロマンキャンセルじゃない、いやここでバラを装備、立ち合いすらここでエメラルドレイン前線投げ出した、無敵な先でシークレットガーデンのフォロー。さあここは先ほどのまでとは違いまして、かなりカリンさんが攻めていますね。
マエティ戻ってる。なるほど、確認完璧っつうか、やべえ。逃がしません。消化するか。ここでタングル、もう後がない。ラストアタックの演出、もしかしたらシークレットアーデンよく見るかもしれませんね、あの状況ね。キンエスに入ってるから画面足、さあこの置き攻めしのげるか。飛んでいきますが着信 2K 置いていく。 50% 発生前に殴ってダスト K ファイルマイビー、そして置き攻め裏回ってキンエスタチケー勝ったのはハセスレイヤー3とて。やばいですね、爆発力、展開の速さ、すごい。フェビーさん負けちゃう、ロイさんすごいやる気なくそうじゃないですからねはい、では A 番台いきます。 A 番台ではですね、先ほど勝ちました、ロイさんのチームと、ボブさんのチーム、こちら準決勝第2試合となります。これに勝ちますと、長谷さんのチームと試合となりますね。うん、